皆さんお元気ですか？菅野直樹です。11月29日日曜日、本日も出前牧師菅チャンネルにようこそ。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。もしよろしかったらチャンネル登録やグッドボタンなどもよろしくお願いいたします。本日の話は人生のナビゲーションシステム、そして歌は心の旅です。人生は一瞬一瞬の選択の積み重ねですよね。過去の選択の結果が今の私だと言っても言い過ぎではありません。車を運転する人が目的地に着くまでに一瞬一瞬の選択、アクセル、ブレーキ、ハンドル、そしてバックをする、車線変更する、多少道間違えてもね、また修正して、そして目的地へ行く。最近ではカーナビゲーションがついています。カーナビに従って運転すると苦労することなく目的地に着くことができます。特に初めてのところに行く時にはカーナビは役に立ちますね。知り尽くしている場所に行く時にはカーナビは不要でも、カーナビ以上に私たちはですね、いい道を知ってたりするんでね、まあそういう時は不要でしょう。でも人生においてはどうでしょうか。過去の経験は多少役に立っても、人生一瞬先は光なのか闇なのか、何が起こるかわからない。いつも新しい道をドライブしているようなもの、それが人生ではないでしょうか。そんな時、私たちの人生にもナビゲーションが必要です。それは車屋さんに行って買うことはできません。本屋さんに、そして聖書を手に取って読んでみてください。そこにはナビゲーションの使い方、導かれ方が詳しく書かれています。人生のナビゲーター、それは神だ。その神はどういうお方か。神は愛だっていうんですね。第1ヨハネ 4-16、 神は愛なり、英語では God is love。 あなたの中に人生を導くナビゲーションシステムを搭載する方法、それはイエス・キリストを信じて父と和解し、そして聖霊なる神に住んでいただくこと。その和解のためにはヨハネ 14-6、 イエス・キリストはこう言いました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。今日からあなたはナビゲーションシステムを使えることができます。そして使い続けることができるでしょう。そのためにどうぞイエスを信じ、イエスから目を離さないで生きていこうじゃないでしょうか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、ヘブル 12-2、 そう書かれています。皆さん、あなたの人生のナビゲーションシステムを持って、そしてその人生の旅というものを共に続けていこうじゃないでしょうか。心の旅。ああ、だから今夜だけは君を抱いていたい。ああ、明日の今頃は僕は汽車の中、旅立つ僕の心知っていたのか。遠く離れてしまえば愛は終わると言った。もしも許されるなら眠りについた君をポケットに詰め込んで、そのまま連れ去りたい。
イエス様は私たちを抱きしめ、受け止め、そしてその天国行きの汽車に乗せてくださるんですね。イエス様と共に素敵な一日を過ごしてまいりましょう。また明日お会いいたしましょう。それではごきげんよう。さようなら。